皆さん、アニュアンセヨ。今回は皆さんが一番嫌いな韓国語の単語の暗記の方法についてです。単語の暗記って楽しくないし、すぐに忘れてしまいますよね。でも実際に韓国語や英語が上手な人は単語をしっかり覚えて使いこなしています。じゃあどうやって暗記をしていけばいいのか私がお教えしたいと思います。突然ですが、皆さんは中学校の同級生の名前って全員不思議と覚えませんでしたか？私は200人ぐらいいたんですが、暗記もしていないのにいつの間にか全員覚えてしまってました。皆さんはどうですか？そこで私が今回レッスンする単語の暗記方法はアンパンマンの法則です。実は皆さんは自然とやってるんですよ。まあ何のことかわからないので詳しく説明していきます。まず最初に、単語が覚えられないのは私が頭が悪いからとか若くないからとかそんなのは関係ありません。人間の脳はある 0.1% の天才を除いて基本的には同じなんです。でも実際に学校のテストなどを受けると点数の高い人と悪い人に分かれます。実は頭がいいから点数が高い、頭が悪いから点数が悪いわけではありません。ではこの違いを A さんと B さんを使って見ていきます。 A さんはいつもテストで高得点、 B さんはいつもテストで欠点。この二人にはどんな違いがあるんでしょうか？それは二つの違いのみなんです。A さんにあって B さんにないもの。それは熱意とやり方の二つです。好きこそものの上手なれということわざがあるように、皆さんも好きなものや得意なものって時間を忘れて没頭してしまいますよね。この熱意がある人って私たち講師が指導しなくても勝手に勉強したり、調べたり、自然と上達するんですよ。ですので、韓国語に本当に熱意があって、韓国語の先生になるとか、言語学者になるって人は、特に私からアドバイスはないです。だって、いつの間にか上手になったりしてますからね。毎日勉強したり、辞書を引いたり、留学したりしますよね。また、韓国語への熱意って、レッスンで教えることはできません。もし、私が動画で、韓国語は楽しいから勉強しましょう、韓国語で未来の道を切り開きましょうって言ってもなんか怖いですよね。熱い先生おるなーって思うぐらいでしょ。では A さんのもう一つのやり方を見てみましょう。勉強のできる人は熱意を持った人以外にやり方を知った人なんです。例えば料理で考えてみます。ハンバーグを作るとして、材料や調味料は最高のものがあるのに、作り方を知らないだけで絶対に作れないですよね。逆に材料などは普通でも作り方を知っていたら手際よく美味しいハンバーグが作れます。これは韓国語も同じで、勉強の仕方を知っていたら韓国語がスムーズに上達していくんです。そう、韓国語の単語の暗記で挫折している人、諦めそうになっている人、この人たちは単語の暗記の仕方を知らない人たちなんです。多分闇雲に単語をノートにいっぱい書いたり、自分のレベルに合ってない単語を覚えたり、さらには受験の時などに使った単語帳などを使って苦しい暗記をしているんじゃないでしょうか。そこで私が先ほど言ったアンパンマンの法則を使って単語の暗記の仕方をお教えしたいと思います。でも実は皆さんはこの法則をすでに体験した人たちなんです。皆さんが小学校や中学校の時に学年にクラスは何組ありましたか？私は同学年に6クラスあり、1クラス約30人構成でした。すなわち30人 ×6 クラスで約180人いました。皆さんはどうでしたか？その180人全員の名前って覚えなかったですか？しかも下の名前も。さらにはどこに住んでいるのか、兄弟がいるのか、また別の学年の人の名前まで覚えてなかったですか？中学校なら3学年あるので180人 ×3 学年で540人。まあ全員は覚えてないとしてもほとんど覚えてましたよね。しかも卒業して何年も何十年経っても覚えてたりします。不思議ですよね。
でも皆さんは私が今から教えようとしているこのアンパンマンの法則をすでにやってきているんです。ではその法則を解説していきます。皆さん、動画の途中ですが、こちらの動画は体験版となっており、前編はメンバー限定動画となっております。もし前編の動画をご覧になられたい場合は、メンバー登録が必要になります。メンバー登録には次の3種類があります。生徒1、月額290円で、毎月公式教材をプレゼントさせてもらいます。またコメントでの質問にも対応していきます。そして生徒2、月額990円で、教材、さらにはメンバー限定動画がご覧になれます。そして最後に生徒さん、月額2990円で1、2の特典に加え、紙ベースでの実際の教材を皆さんのお手元に毎月お届けします。すべての限定動画、実際の教材が含まれますのでかなりお得になってます。アンニョン韓国語教室を応援してくださっている皆さんの韓国語が上達するように、心を込めて今後も新しい教材、限定動画などをどんどんプレゼントしていきます。また、メンバー登録はご満足いただけない場合はすぐに解約できますのでご安心ください。それでは別の動画でお会いしましょう。アンパンマンという名前をどうやって覚えましたか？絵本を見せて子供たちが覚えたんですよね。教材で見た単語なんて1週間後には忘れてます。暗記の仕方が間違ってるだけなんですよ。ぜひ実践してみてください。今よりも10倍以上の暗記力と定着率ですよ。